皆さんこんばんは。木曜夜9時になりました。声優ジャックポットへようこそ。当カジノのディーラー菊池健です。はい、常連客の早見翔です。はい、いやおかえり。ただいまです。すいません、ちょっとお休みをいただいてしまいまして。いやもうびっくりしたよ。いやいや、ゼロ回やった後、1回からだったからね。まさか、まさかこんなことになるとは。いやいやいや、でも良かった、ね、いや一応ね、渋谷店から石井くんが来てくださいまして、いや石井くん優秀でしたよ。あ、本当ですか。え、なんか悔しいな、それ言われると。いやディーラーとして、はい、だって21、見事に、あ、そうだ、お客様に出して、はい、うわー、なんかもう僕は今後頑張っていく上でもうすでに抜かされてるんですよ、早見さんとやってる回数が。 いいじゃないです か、 いいですか。回数じゃないですよ。これはあの印象ってやつですよ。あ、そういうことですか。もう、そうですよね。そうなんですよ。塩と胡椒と言ってくださいましたもんね。そう、あの前世の話。そうです、そうです。ちゃんと見てますよ。見させていただきました。はい、いや本当に、ね、今日なんかおすすめのゲームがあるんですって、はい、そうなんですよ。今回ちょっとご用意させていただきまして、はい、今回ですね、まあ、ちょっと簡単にゲームをやらせていただきたいなと、はい、今回ご紹介するのはクラップスというクラップス、はい、ダイスを2つ使ったゲームとなっております。本来はですね、まあ、次回じゃないな、うん、前回か、前回狩野翔さんとが来てくださった回で、うん、バカラというゲームをやってると思うんですけれども、そちらと同じように、うん、ディーラーが勝つのか、うん、まあプレイヤーが勝つのかにかけてもらうんですが、うん、今回は、早見さんが、うん、に勝ってもらいたいというゲーム性でやらせていただきます。はい、ゲームのルールなんですけれども、サイコロを2つ、はい、転がしてもらいます、はい、でその出た合計が7か11であれば早見さんの勝利です。ただし、2、3、12が出てしまった場合は負けになります。はい、では4から10までが出てしまった場合、これは2投目に行くんですが、2投目以降は勝利条件が1投目で出た数になります。はいはい、そして敗北条件が7が出た場合になります。ほう、そうですね、あまり長くなってしまうとあれなので、全部で3回ぐらいにしましょうか。はい、3回の中で、その勝利条件をぜひつかみ取っていただいて、いいスタートを切っていただければと思います。そうか、クラップスって六本木にこうライブハウスがあるんだよな。それ関係ない、いや分かんない、もしかしたらそれを意識してるかもしれないですけどね。では早速、はい、いきますよ。お願いいたします。どうぞ。最初は7。せーの、ほい、どん。惜しい、6ですね。6か。というわけで1投目は失敗なんですけれども、このまま2投目に移りたいと。2投目6を出さなきゃ。6を出す、6を出してください。ちょっと待って、これ6出すってさ、え、いや、いろいろありますよ。2、4とかでも出てる。そうだけど確率的に言うとどんなもんなんだろう。まあ12分の、わかんないや、いくよ。せーの、6。ど、あ、惜しい、あ、違う、7が負けた。7が出てしまったということは、負けました。早さんの負けでございます。まあまあまあ、幸先悪いとは言います、言いますけれども、はい、まあまあ、でもね、あの7はね、ラッキーナンバーなんで、なあ、多分すごいふわっとしてた今。じゃあ、いいんです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 。負けても勝ったみたいなもんですよね。そうです、そうです、はい、あくまで、あ、お遊びなんで今日は。はい、はい、あの興味持っていただいた方はね、ぜひあの調べていただいて遊んでみると面白いんじゃないかなと思います。うん、というわけで改めまして始まりました声優ジャックポット。この番組はですね、第1、第3木曜日夜9時から1時間、ボイスラウンジチャンネルからお送りするカジノスタイルのトーク番組となっております。これから1時間豪華ゲストを招待して、僕たち2人と一緒にいろんなゲームを行いながらトークを繰り広げていきます。最後まで見たい方はぜひチャンネル会員登録に別途お願いいたします。こちらから会員登録することができる、逆ですね、逆、そうですね、こちらから会員登録することができる。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なお本日は新型コロナウイルス感染症対策のために我々マスクをして番組を進行させていただきます。ご了承お願いいたします。菊池君は何マスク、何マスク。僕はタイガーマスク。あー、なんだっけ、何マスクがあるんだ、何マスクがあるんだ。じゃあ、鉄仮面ってことにしてください。はい、そして今回は収録回なので、リアルタイムに視聴者の皆さんからのコメントを読むことはできないんですけれども、うん、Twitter はチェック
ックしていますので、ハッシュタグの後に声優ジャックポットをつけてツイートをお願いいたします。はい、というわけで前回の振り返りトークと、はい、前回はですね、まあゲストに狩野翔さんがいらっしゃってる。なんかね、はい、どうしよう、僕狩野くんが番組に来た記憶がまるでないんですけど、はい、おかしいですねなんか、まあ、宇宙人になんかこうさらわれてしまったのか、記憶を狩野くんが、それともダジャレを連発しすぎて寒くなったんかな、それちょっと体調がっつって冬眠しちゃったのかな、かもしれない。あ、やばいです ね、一応収録的にはこの後あるかもしれないんですけれども、もしかしたらそんなことがあるかなと。あるかもしれませんねすごいですね、あの収録会の時はあの ここで何を言うかによって次のゲストの行動を封じるという。あ、それはいいですね、それもいいですね困らせちゃうのかっていう、はい、ところではあるんですけれどもいやいやいや、気を取り直してね、はい、今回もあの素敵なゲストいらっしゃっておりますので、お楽しみにお願いいたします。それでは間もなく今夜のゲストがご来店いたします。はい、ということで皆様少々お待ちください。本日のゲストさんをご紹介いたします。石谷春樹さんです。お邪魔します。プロフィットから来ました石谷春樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。事務所名大事。そうですねようこそいらっしゃいました。いえ、お邪魔します。他のところではよく会うんだけど、そうですね、ここでは初めてですね。そうですね。あ、じゃあ早速関係性なんかも聞いていきますか。関係性ですか。多分石谷君は池袋にいがちなんですよ。そうですね、池袋よくいますね。僕は新宿にいがちな、そういうちょっとこうバチバチした、ああそっかそっか、そうですね、まあ、いがちということはそういうことですね。まあ、それでよく対決するということが、まあ、対決したりしなかったり、直接対決はでも前回のライブが初めてだった。そうですね、直接対決としてやらせていただいたんですけれども、もうね、皆さん隠さなくても多分伝わってますけど。そうですね、はい、まあ、でもいろんなところで、まあ、共演する機会があると。そうですね。プライベートとかでお会いしたりとかは、プライベートは何かの流れで飲み、そうですね、とかですね。今度僕石谷くん家に行こうかなと思ってるんですよ、コロナが明けたら。行こうかなって行こうかな勝手に思ってるの。いいな、僕もちょっといいですか。行きましょう、みんなの家を巡る、見て回るこうなんかこういう大きいしゃもじ持ってさ、はい、突撃隣の隣のっていう感じになっちゃう。お昼ご飯ぐらいにしてください。隣のお昼ご飯、はいはい、はい、ということで、まあ、お二人の関係聞けたところで、はい、早速ですね、今回、いや前回からですね、うん、新しいあのコーナー入れさせていただきましたので、ちょっとこちら挑戦していきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずはこちらからでございます。今日の運勢はどんな感じ、ルーレット占い。はい、あれだよ、昔よくレストランにさ、はい、100円入れてさ、くるくる回したらこう出てくる星座のね、星座のやつ、あんな感じだな。あんな感じですですまあまあ言ってしまえば運勢占いなので、そういうことなんですけれども、うん、改めて、簡単に説明させていただきます、はい、このルーレット占いとは、我々3人が今回どんな立ち回りで番組に参加すればいいのかを教えてくれる、ちょっとした運勢占いゲームとなっております、うん、なるほど、はい、今こちらになりますね。ルーレットを回して、はいはい、玉が入ったポケットの番号に応じて占い結果が用意されているということでございます、はい、うん、それではまず誰の、やっぱり石谷君からですね。あ、そうですね、ゲストですから、はい、ではゲストの、石谷さんの運勢をちょっと測って、はい、見ていきたいなと思うんですけれども、はいはい、ルーレットの玉自体は僕が弾かせていただきます、うん、はい、ですが、弾くタイミングをシュートと言ってくだされば、僕がそのタイミングで弾きますので、よろしくお願いいたします、はい、カードゲームだったらシュートのとは言わないんで、シュー、シュー、シュー、あー、そうですね、ぜひもシューでお願いします。僕らの世代の CM で有名な時に相手のゴールにシューって、ああそちらですね、エキサイティングしてますエキサイティングで、はい、では行きたいと思います、はい、エキサイトしてください、はい、お願いいたします。それでは回します。
もうすぐ30だから30が出ますように、はい、シュッ。さあ30、予想は30、36まであるよ。36まで、36プラス0と00があるんだ。あ、そうね、38種類ございます。さあ、おっと、入るかな。いた、行きました。あ、うわ、34、うん、まあまあ誤差といえば誤差なんですけれどもね。34購入すればね、はい、まあでも一応34ということで、はい、こちら、あー、なるほど、ほう、こちら占い結果、はい、こうなっております。腹八分目に医者いらず。おどういうことでしょう。和ですな。和ですね。ちょっと、ね、あの、まあ、満腹になってしまったらダメだから、そうそうそう、まあ、あんまり行き過ぎない方がいいってことですね。昔ね、あったんですよ、この、はい、こういうのがさ、はいはいはい、あのこうめくって、はい、日めくりカレンダーにさ、あー、うん、教訓っていうので、昔うちの実家のトイレにでもこれあれですよね、あの今日の立ち回りをって話なのに、もう腹八分目ってもう今食べてるかもしれないし、そうですね、まあ多分こっちの勝ち分が八分目で、やっといた方がいいんじゃないの、欲張らない方がいいよっていうことかもしれないですね。なるほど、もしかしたらいい解釈をしていただきますありがとうございます。そういうことですね、はい、じゃあ続いて、常連客である、はい、早見さんですか、はい、じゃあ行きますよ。お願いいたします。それでは回します、はい、よいしょ、ゴーシュ。あ、僕ら世代です。世代です、世代です。よく遊ばせていただきましたありがとうございます、ね、まさしく回転してますね。そうそうそう、おっと、おいか、弾きました。いい形ですね。嫌いましたね。これが来ると入りやすいんですけども、入るかな、入るかな、入ってほしいんだけどな。ちょっとどうか、はい、はい、入らない、はい、入らないタイプかな、かもしれないですね。あ、いや、入った、入った、入りましたね、はい、19、 19。あ、こちら、はい、結果の方発表させていただきます、はい、適当に返事をするのは危険と。あおっと、ちょっとこれは釘を刺されたのかもしれないですね。僕適当に返事してないよ。まあでもそうですね、確かに、あのちゃんと僕らに分かりやすいボケをね、うん、差し込んでくれたんですね。分かりました、適当には返事しない、とことん、あの全部真面目に入ってくる。いや、僕らもちょっとそれやると気抜けないですね、うんうん、はい、頑張ってください。分かりました、はい、もうせっかくだからやっていかないですか。僕もやりましょうよ、やりましょうよ、せっかくだし。じゃあスパッとやらせてください。はい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 、では行かせていただきます。ゴーシュー、おー、コネカの仕事そう、今また流行ってるみたいですね、さて、いい結果出てくれると嬉しいんですけれども。おお、いいね、いいね、いい感じ。戻った、戻った、弾きすぎなんだよな。さあ、どういった結果になるのか。17、おっと、はい、こちらの結果、はい、こうなっております。体を動かすことで糞を回避できそう。イエーイ、イエーイでもディーラーに運転必要なんですね確かに、うんうん、僕はあんまりいらないような気もしますけどまあまあ適宜ちょっと体を動かしてね、うん、皆さんを楽しませていきたいなと思っております。それでは、ここからは、視聴者の皆様から届いているイラストやお便りを紹介していきたいなと思っております、はいはい、まずはですね、イラストの方から紹介させていただけたらなと思っております。まず最初こちらでございます。はい、ハンドルネームあやさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの、あ、ちょうど、ですね、はい、用意していただいて、目には合わせないんだけどな。イエス、イエス、はい、いや、可愛らしく描いていただいております。ね、早見さんもサングラスを、ね、ちゃんと色合わせて、はい、ありがとうございま す、ね、この10と7には何か意味があるんですかね。何ですかね、何かあるのかな。ラッキーセブンと10はハートの10、ハートがいっぱい、そういうことですか。あら、あ、そうだね、うん、思いやりがたくさんあるという、はい、優しさを、愛を表してるのかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。続いてもう一つですね、あのイラストが来ております、はい、こちらでございます。あら、こちらハンドルネーム夜さんからいただきました。可愛らしいですね。可愛らしい、こうデフォルメしてミニキャラにしていただきました。うん、早見さん可愛いですね、和やかな本はかしますね。
ね、渡しちゃうんで、こんな時期あったな、僕は今はそうじゃないと違うよね、そう違うです石谷さんもね、書いていただいて、はい、いや、本当に特徴を捉えるのが、はい、似てる、あ、本当ですか、ありがとうございます、ね、こうやってあの赤いチップをこう抱えております、チップの上に乗ってるよ、チップの上に確かにベッドされてる、この上には乗れないけどもありがとうございます、一番ネクタイも似合っております、ありがとうございま す, います、はい、はい、それではですね、今度はお便りの方を読ませていただきたいなと思っております。ではですね、ハンドルネーム、はい、葵さんからいただきました、ありがとうございます、早見さん、菊池さん、石谷さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いつも楽しく拝見しております。今回は石谷さんがゲストということでとても嬉しいです、そして放送日が私の誕生日なのでダブルで嬉しいなと思っております。そこでですね、はい、皆さんにお聞きしたいのですが、はい、今までの誕生日で印象に残っているものはありますか、皆さんの誕生日エピソードを教えてほしいです。まずは葵さん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、いくつになったのかな、あ、聞いちゃいますかそれの答えはね、あの次回送ってくる、そうです、ね、ぜひ、というわけで、誕生日エピソードということなんですけど、うん、どうですか石谷さん、僕は印象に残ってる、はですね、初めて現場でお祝いしていただいた時が、はいはい、どうしても1月の14日なんですよね、はい、誕生日が、はい、うん、どうしてもあの土日とか成人式にからもう、はい、なっちゃう時が多くて、学校でもお休みが多くて、僕兄弟が多かったものですから、うん、なんかひとまとめにしてお祝いされてたんですよね、うん、お誕生日とか、うん、だからなんか初めて現場でこうお誕生日をタイミングがあった時に祝っていただいた時、それが初めての主役の現場、うわすごいな、の時はやっぱりすごく嬉しかったですね、うん、やっぱそれがすごい一番印象に残ってて、毎年毎年やっぱり嬉しい気持ちはあるんですけれども、それがなんか個人として、なんか石谷春樹として声優としてお誕生日を祝っていただいたっていうのがやっぱ思い出に残ってます。秋葉ズトリップジアニメーションという作品で、はい、祝っていただきました、ありがとうございます。でも本当に石谷さんのおっしゃることすごくわかるんですよ。僕もあの誕生日が1日違いで、そうなんですよ、1月15日生まれなんで、やっぱりなんかこう休みだったりとか、いろんなものかぶってしまって一緒にっていうのが多かったりするんですけれども、やっぱこの業界に入ってからあんまりそういうなんか休みの時期とかあんまり関係なくなってくるじゃないですか。そうなった時にやっぱ事務所とかあの仕事関係の人とあのお会いすることが増えた時にやっぱお祝いしていただけるっていうのはすごいありがたかったですね。ちなみに早見さんの、僕ね、もう結構誕生日経験してるんですよ、はい、存じております、それでね、あのつい3年ぐらい前かな、はい、これ本当にこうびっくりなんですけれども、はい、まあ、毎年うち の, その若手たちが誕生会をやってくれるんですよ、はい、でそこで僕らなんかわっとわいわいやってる時に、突然堀内健さんがこんな花束を持って、はい、場所とか全然堀内さんにもその伝えてなかったんだけど、はい、なんとなくちょっとこういろんなヒントを手がかりにその店までたどり着いて、でみんな驚いたの、はいはい、ちょっと怖いですねストーカーかなんて、お会いしたことないのこういうこと言っちゃうな、いやでもすごいですね、うん、それはやっぱり嬉しかった、あ、うん、嬉しい、お互いに知っているからこそできたことっていうところですよね、うん、そうね、それこそもう愛ですよね、そうですね、そう、絆ですよ、愛です、はい、ありがとうございます、はい、続いてお便り行ってみたいと思います、はい、ハンドルネームチェリンさんからいただきました、ありがとうございます。早見さん、菊池さん、ゲストの石谷さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、早見さんと石谷さんは作品などでよく共演なさっている印象がありますが、はい、菊池さんと石谷さんは普段お話ししたりすることはありますか、よろしければ皆さんのお互いのイメージなどを教えてくださると嬉しいです、そして個人的にお二人といえば僕らですね、はい、某ラジオで23代目と24代目のパーソナリティを務め、その際に石谷さんがコーナーで練習していたお手玉を菊池さんが引き継いでラジオをバトンタッチしていた印象がとても強いですと、ありましたね、確かに、でもそうですね、僕ら多分共演っていうことであると多分今回初めてになるん
ですよね、はい、あのそれこそこのラジオの時も、ま、ソロのラジオだったんですけれども、うん、その入れ替わりでっていうのもあったし、うん、あとはそうですねイベントでお互いに午前中のゲストで、うん、僕が午後のゲストでみたいな入れ替わりでお話することはあったんですけれども、うん、でも本当にそれっきりでしたかね。そうですね。しかもそのバトンも駒田渉くんから僕がもらってそこから渡すっていうところだったんで、ゲストも結構つながりがあったりとか、うんはしてたので、そこはまあ面白いなっていうところで、なんか事務所単位で言うといろんな人に石井くんもそうですし、うんはい、なんかちょこちょこお話しさせていただいたりとかはしてるんですけど、うん、ここではあんまり。そうですね。いやだから本当に今日僕嬉しくて、うん、それこそ前回お会いした時に、うん、多分誕生日の話とかもしたりして、うん、あと出身が宮崎県なんです。で僕の、はい父方が宮崎県出身で、そういったところで共通点があったので、まあ、楽しくお話できたなと思ってます。今回は、ね、機にちょっとまた交流を深められるかなと、はい、ツイッターフォローさせていただきます。フォローバーさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お便りは以上になっております。それではですね、そろそろ最初のゲームに行ってみたいと思います、はい、最初のゲームは目指せ21ブラックジャックトーク。はい、このゲームはですね、ゲストさんの人となりを掘り下げることができるさまざまなトークテーマが書かれた14枚のカードの中から好きなカードを1枚ずつ選んでもらい、その内容についてトークしてもらいます。カードの裏にはですね、少々お待ちくださいね。はい、インヨッと、まあ、まあちょっと適当なところを出させていただきますけれども、はい、このようにカードの裏に数字が書かれております、うん、エースからキングまでの数字か、もしくは絵柄が書かれておりますので、はい、選んだカードの合計がちょうど21にできればゲストさんの勝利、石原さんの勝利となります、うん、その際はご褒美を。やったー、ジョジョエン、ありがとうございます。いやそんな発表してない。僕が欲しい。ただしね、はい、この14枚のカードの中には1枚だけジョーカーが紛れ込んでおります、うん、こちらですね、はい、もしもこのジョーカーを引いてしまった場合はちょっとしたですよ、ちょっとした罰ゲームがありますのでお気をつけください。あのね、これ罰ゲームやったことあるけど、 あ、はい、あれ罰ゲームやったっけって気づかないぐらい。あ、本当ですか。そんなレベルなんで、じゃあ安心できました、はい、今ので、はい、お願いいたします。ちなみにですね、ルールとしまして、はい、ジャック、クイーン、キングの絵柄カード、こちらすべて10としてカウントして、エースのカードは1か11のどちらでもカウントすることができます、うん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 、いったところでございます、はい、こちらちょっと並べていきますね。はい、なるほど、展開されておりますね。はい、もうこんな風にいろいろなテーマありますので、うん、石原さんの気になったトークテーマを選んでいただければいいかなと思います、うん、なるほど。ただまあ もちろんジョーカーとかありますんで、そこだけ気をつけていただければなと思います。どれでしょう、気になるもの。僕はですね、僕のことをこう知るんだったら、はい、なんかお互いにちょっと知りたいっていう部分があって、菊池くんがこう選んでくれるっていうのもありかもしれないですね。何が聞きたいとかでも。なるほど、僕ら新しいなですね、僕らにベットしてくれるってことですね。これはちょっと責任重大なところでもありますけど、どうしましょうか、はい、僕もね、さっきあのカードいじってましたけれども、うん、どれがどれとかいうのはわからないので、はい、どうしようかな、うん、これ。あ、いきますか。あら、じゃあこちらで行ってみたいと思います、はい、こちら見えますかね、はい、はい。実は意識している注目している声優についてということでございます。どうでしょう、いらっしゃいますか。意識しているとかはやっぱり同世代はどうしてもそうなっちゃいますよね。ライバルって感じですか。そうですね、ライバルというか、僕自身はあんまりそのなんかオーディションで何が取った取られたっていうよりは、それを取ったっていうことは割となんかおめでとうっていうふうに言えちゃうタイプなんですよね。でもそうじゃなくて本当に悔しがる人もいたりもするんですよ。僕もなんか時たまやっぱそういう感情にはなるんですけど、それよりやっぱ仲がいい人が多いので、おめでとう、じゃあ俺も頑張らなきゃっていうプラスになったりするんですけど、そういった人がやっぱり同年代とか、それこそなんか僕が出てた機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズっていう作品があって、早見さんも出られてて、そこが多分一番最初の共演だとも思うんですけれども、そこに出ていた人たちは結構やっぱり
ずっと注目してるっていうか本当に戦友みたいな感じで、それこそ天崎くんも、はい、なんか斎藤壮馬くんも出てますし、そうだね、はい、熊谷くんも、うん、はい、出てたりとか、うん、まあいろんな人が同世代のちょうど出たての人たちがこう出てたりとかしたので、そこのところは気になりますし、あと僕もだんだんと後輩ができるようになってきまして、やっぱ自社だと石見ちゃんだとか、あの女の子だと長谷川ちゃんだとかファイルズちゃんだとか、うちの後輩だと堀江くんだとかバン君だとか松岡くんだとか、はい、そこの子たちもやっぱり気になるなっていうのは、ま一緒にまたマイク前で何かしらお芝居をできるっていうのはすごく幸せなことなので、なんかまあ一緒にお芝居した人は基本的に気になるようになっちゃいます、ね、はい、なるほど、うん、いや、なんかいいなんかもっとなんかすげえライバル視ガンガンにしてる人とかはいないですかね、うん、なんかよくオーディションに被るとかだと誰だろうな、やっぱり主人公とかよりだんだんと脇になってくるんですよね、だから梅原くんとかちょこちょこかぶ、ったりとかするようにはなりましたね、はいはいはい、なるほど、うん、いやでもね、誰が受かっても嬉しいことですし、そうですね、うん、まあ、悔しいということはありますけど ね、 そうですね、俺も頑張らなきゃっていうふうに思えるっていうのは一つ、僕も一つの武器だとも思うので、うん、でもさ、オーディションを受けて、はい、誰が受かったっていうのをちゃんと調べる、あー、なんか目に入っちゃいます、あ、はい、目に入るんだ、あのツイッターとかをこうやってるといつの間にかこう発表されてたりとかはしてっていうのはありますね、僕あえて見ないな、あえ、ちなみにそういう意識してる、意識してる人います、いやもう僕より若い人全部です、負けたくないという気持ちは、うん、あのね、先輩たちにあんまり思わないんですよ、うん、やっぱ後輩はねすべからく潰しとこう、いや嘘です聞いてるか事務所のみんな意識されてるぞいや本当にね、新しい才能はすごいと思うんですよ、だから刺激受けるし、はい、やっぱり自分もそれになんか負けないで頑張ろうと思うし、そういう存在ですね、それは本当によくわかる、後輩が、うん、あの活躍してくるとやっぱ自分的にその嬉しいんですけど、うん、やっぱそこにもっと負けないようにしなきゃっていうのはすごい思いますし、いや先輩たるものもっと売れて、ね、気軽にご飯とかご馳走できるようになれたらいいななんて、いやでもまださ先輩人口の方が多いでしょ君たち、あ、そうなんですよ、僕先輩人口よりも後輩人口圧倒的に多いんですこういう感じで言いますもんねでもそうなってくるともう僕らなんかにも意識する人多くて大変じゃないですか、もう大変ですよ本当にいやいやもうちょっとね頑張って頑張っていきましょう、はいはい、そしてこちらのテーマの番号何だったのか、はいはい、見せていただき、見せていきます、いきますよ、はい、発表こちらドン、おお、エース、いいカード引きましたね、1か10でしたっけ、はい、1か11ですね、11か、なので絵柄カードを引いてしまえばそれでもう終わりだ、終わりにもなる、終わりというか、はい、うん、ブラックジャックカス、いやすごい確率いいな、どうしましょうか、どっちにします、いや自分で選びますか、それともこれ後でいいんだよね、別にね、これあ、そうですね、次引いてみて、はい、11にしても1にしてもいい、いいですね、はい、どうしようかな、でも、今もう決めちゃいます、うん、おお11で、男だな、はい、これはちょっと11で、はい、いけますか、11でお願いします、あ、僕がですね、はい、じゃあどれか気になるものがあれば、そうですね、うん、なんかいろいろありますけれども、はいはい、なんか若い子たちとかやっぱりこういうの気になるんじゃないかな、今までやったことがあるアルバイトの思い出、結構やっぱね、これから役者を目指してる人とかも多い中で、アルバイトってどうだったのかなって気になる子は多いと思うんで、ぜひちょっとこちらに行ってみ、はい、いいですかね、結構僕アルバイトを経験していて、はい、それこそ 小学校の時から割とその親の知り合いで出店のお祭りで出店とかで、あのかき氷だとかっていうのを作るのを手伝ってたりしたんですよ、それがあのお小遣いなかったんですけども、僕1年に1回夏休みの時期だけそこでなんかお小遣い